昔は夢や希望にあふれてたと思います。そんな頃皆様何して遊んでました？小さい頃、例えば家にこもってゲームをしてる子もいれば、外で活発に遊ぶ子もいれば、サッカーボール、ボールで遊ぶ、野球で遊ぶ、お人形で遊ぶ、いろんな遊び方があったりとか、木に登ったり砂場で遊んだり。皆様積み木ってやったことあります？誰しもがやったことあると思うんですが、積み木をやった頃って自分の限界を決めずに上へ上へとものを自由な発想で重ねていったと思います。大人になってマジシャンになりました。マジシャンならではの自由な発想で積み木をやってみたいと思います。